はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ゆうき30代です。さあ本日なんですが、ヒーローデッキをね、久しぶりに使っていこうと思います。なぜかフュージョンデスティニーが3枚になり、ディアボリック以外が3枚になるからです。やばいですね。11月の1日、ヒーロー完全解放ということで、まあ、出張パーツにも使えるんですけどね、フュージョンデスティニーはもちろんなんですけども、やっぱりこのカード3枚、そしてこのカード3枚積んで強く使えるデッキはヒーローであるということで、ヒーローデッキを、持ってまいりました。このね、フュージョンデスティニーの3枚になることとディアボリック界3枚になることによって何が強くなるかっていうのはちょっと展開を見ながらご紹介していきたいなというふうに思います。フュージョンデスティニー3枚になるとね、こういうことができるっていう、話なんですけど、マスクチェンジとフュージョンデスティニー、引いてる時だとめちゃくちゃ強い動きできるんですが、まずデスフェニーを、ディナイやるとディアボで作っていく。うおーって超ガッツポーズして融合召喚していく。はい。で、ディアボリック、まず、1体目ですね。3枚いるんですけどね、デッキの中に今。すごいですね。はい。で、ディアボリック。で、さらに、ディナイアルの効果使って、で、ディナイアルの効果は、特殊召喚に成功すると、なんか除外ゾーンからヒーローをデッキトップに戻せるよという効果あるんで、これで除外ゾーンのディアボを戻して、で、まあ、全部でね、ディアボリックの効果、だから、まあ、最大3回 ?4 回 ?3 回使っていくんですよね。クロスガイ、特殊召喚、効果。で、ディアボ蘇生して、はい。で、クロスガイの効果でディアボリックをリリース。するとヒーロー持ってこれるんで、まだ召喚剣使ってないんですね。エアーマン持ってくると。これ、バイオンでも一応同じ動きできるんですけど、シャドウミスト使っちゃうんで。なんで、エアーマン召喚して、で、エアーマンの効果を使ってヒーロー持ってきますよと。で、ブルーディですね。はい。持ってきて、で、もう一回、ディアボリック使って、ディアボリック3枚ってすごいですよね。まあ、スミーク確率も結構上がるんですけどね。で、3体をリリースして、ブルーディ出すと。ほい。うわで、まだディアボリック残ってるんで、ディアボリック蘇生と。まあ、蘇生っていうか、アナザーディアボリック特殊か。で、マスク氏にぶち込むと。はい。これは別に相手のターンでもいいですけどね。無限保有食らっちゃうんで。で一応相手のターンでもいいですし、まあ、自分のターン出してもいいんですけど、無限保有ケアしないんだったら。で、こうすると、フュージョンディスティニープラス、マスクチェンジから、この最強モンスターが3体並ぶと。まあ、この盤面作れば、ま、大体勝てるでしょって感じですかね。早速、この、まあ、新しいデッキを使って対戦をしていきましょう。デュエル3倍。フューデス3枚、多分入れるとデッキ枠パンパンになるんだよな。あのさ、デッキの枚数、マジで44枚とか45枚とか46枚ぐらいになっちゃうんだけどさ、これどうしたらいいこれ。一応最低の枚数で採用してるつもりなんだけどな。ディアボリックとフュージョンデスティニーはちょっと3枚ずつ、入れるとこうなっちゃうんだよね。まあ、ディアボリックはちなみに、素引きしても、このファリスとかで捨てられるとめっちゃ強いので、まあ、1枚までだったら全然素引きしても、っていうか、なんなら素引きしたいまであるんだけど、ファレスで捨てたいから。なんだけど、まあ正直2枚来たときはマジでほんとブチ切れるね。1枚は、なんなら引きたい。2枚はブチ切れる。そういう感じです。はい。まあも、もともとね、2枚だったんですけども、3枚使えるようになりまして、まあ激アツですね、これは。これはもうディアボ落とせてるので、ディアボ落としてる場合は、リキッドマンを、墓地に送っておくと後で、融合さえなんかお得と。言われております。で、ファリスをゲームから除外することにより融合をサーチ。相手なんもねえな。これちょっと一応フル展開できんじゃねえか。今の環境やっぱちょっとテンパイルが多すぎて2ビルあんま飛んでこないって言われてるんで、割と2ビルケアはもうなんか、まあ、2ビルちなみに2ビルっていうか2ビルだけじゃなくて全誘発踏むからヒーローってヒーローって大体全誘発踏むんですよ。ビーステッド踏む、ウララ踏む、ゾウジ重い、ウサギ普通に食らうインクリースが、DD クローめっちゃ重いとか、なんかほんと全誘発踏んで2ビルも。マジでね、そういうとこ可愛いよね。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いわ。ちなみにディアボ3枚になったヒーローを回すのが久しぶりすぎまして。ディアボ3枚になったヒーロー回したことなさすぎてやばいんだけど、ちょっとね、ほんと5億年ぶりぐらいなんじゃないかな、ディアボリックが3枚になった時のヒーロー。ちょ展開ミスったらごめんねって感じなんだけど、あとさ、多分フレームシュート来てからディアボリックが3枚になったことないので、多分なんか初の試みまであるようなこれで、フレームシュート、まあ、いつも通りの展開するんですけど、フレームシュートの展開はで、フィーバリッドコンタクト、まあ、やっぱディアボリックがいることによってね、モンスターが
盤面にあの 並ぶのでリンク召喚とかかなりしやすいですね。はい、めちゃくちゃ楽しくなりました。はい、でサンライザー特殊召喚しつつ、サンライザーの効果で、ミラクルフュージョン持ってくる。でワンドラーを作りまして、で融合をね、もう一回セットし直すムーブですね。はい、これだってここでもうディアボリック使えなかったの今までは。ここ使えるの熱いだろ。でディアボリック効果発動して、ディアボリックじゃない、ワンダードラベ効果発動して融合再セットでもう一回融合を打つと、これで、ディナイアルを墓地に送ることが、できますね。ディアボリックを融合召喚しながら、フュージョンデスティニー引いてなくてもね、ヒーローデッキやったらデストロイフェニックスが出せるんで。はい、でデスフェニックがいる状態で、ウェイクアップをしていくので、ウェイクアップ5のヒーモをしていくんで、ディナイアルガイの効果によってデッキトップにダークエンジェルを置き、でミラクルフュージョンの効果起動して、ミラクルの効果でさっき落としたリキッドマンを巻き込んで融合すると2枚ドローできたお得。はい、これ除外ゾーンに置いといて、あとでフェイバレットコンタクトでデッキモスで、ウェイクアップいつの日もオールウェイツ日は昇るで、あ、ちなみにさっきディキトップに置いた、ダークエンジェルを、カクテルドローすることができます。まあ、一応ブルーディーとか出したきゃここでブルーディー置いて、出すとかできるのかな。まあ、まあ、ちょっとダークエンジェルムーブがね結構強いっていう説あるから、ちょっとこれやってみる。お、大丈夫、相手対戦相手あれ大丈夫か。回線が死んでるか。で、デスベニと、ウェイクアップを叩き割りながら、ウェイクアップとデスベニの効果、デスベニが次のスタンバイに戻ってきて、これリュウさん墓穴の指名者ケアできないじゃないですかっていう話あるじゃないですか。これ、ね、大丈夫なんですよ。ウェイクアップ you are elemental hero さんの、あ、ちょっと後でやりますわ。特殊召喚するモンスターはシャドウミストで、シャドウミストは特殊召喚成功すると、マスク真珠を持ってこれる。これちなみにね、あの墓地の送ってヒーローサーチ効果使っているところ使えないので気をつけてください。で、一旦、リンク召喚をしまして、お注射ヒーロードレッドマスターを出し、あ、これちなみになんでお注射ヒーローって言われてるかというと、なんかすげえでけえ注射器持ってるからすげえでけえ注射器持ってるからお注射ヒーローと言われてます。はい、これはなんかあれお医者さんなんですかね。で、自分の墓地にデスティヒーローが3枚いるんで、ダークエンジェルぶん投げて、ダークエンジェルを相手の盤面に送りつける。こうすると、相手は発動した魔法カードの効果が全部無効になるんで、まあ破壊の指名者とか、なんかその初手で使いたいのが大嵐とか、なんかライトニングストームとか、あと拮抗勝負も一応ケアできますね、ジギリ。ちなみにあの自爆特攻してこようとしたらマスクチェンジでドレッドマスターを変身させます。エンドフェイス、あ、守備表示でね。さあこれでまあスタンドフェイズ、まあ、ちょっと常時言ってみましょう。で墓穴の指名者をドヤ顔で相手が撃ってきたらそれは無効ですよって言えるから、あ、撃たれない。はい、了解です。そしたらですね、あ、ちなみに今これ参戦のゴーとかもケアできてるんで結構強いですよ。で、デストロイフェニックスガイ君が爆誕していく。さあお注射ヒーロードレッドマスター3500あるんで、一応これ自爆特攻しようとしてきたら普通にマスクチェンジで、ダークローを守備表示出します。はい、そうすることによって自爆特攻ケアね。で相手は魔法カード使えないと。さあかかってこいよ。ちなみにダークエンジェルをどかせば魔法カード使えます。え、いや、そうなんですよね、これ弱点忘れてました。リンクリボーが入ってるとリンクリボーに変換されて何も起きない。これね、これあるんですよ、これスネークアイからリンクリボー入ってるのか。ダークエンジェルの妨害無に消した。ゴーエクレドヤガン強すぎる、強すぎる。やべえ、助けてくれ。やばい、助けてくれ。ちょっとシャドウミスト変身、変身、一条さん見ててください、俺の変身、超変身、マスクのヒーロー、ダークロー。ダークローはちなみに相手がカードを引くとその中の1枚をぶっ壊すことができるぜ。一応ウサギがするか。ダークローの効果 と、シャドウミストの効果を発動。シャドウミストの効果によってー何持ってくればいいんだろう。まあ、次のこれターンの初動持ってきとくか、エアーマンかなんかでいいかな。これあれだな、手札7枚もあるとさすがに1枚何除外しても当たらないとか言う。サイバードラゴンヘルツ、何ヘルカイザー、ヘルカイザーじゃないか。熱い、遊戯王 GX 対決だ。サイバードラゴンコア召喚、何、あ、いいよ、サイバードラゴンコア OK。 やべえ、てか待って、これサイバードラゴンコアいるとあれやん、お注射天使、まあ、でもお注射天使ドレッドマスターがメガフリートだったことあんま関係ないな、言うてそんなに関係ないわ、メガフリートになったところで。ちょ、あのクロックワークライトだけマジでやめて。何？
なんだこれ、あ、リトルナイツ強ない、それは。ちょっと待って、これは金的しなきゃいけないか。これどっちと飛ばれるから、多分これ、あ、そうですね、ダークローが多分辛いんだ、あのデッキ墓地融合とかあるし、だから多分これ金的で止めちゃえばいいんじゃないかな。金的打つ、まあ、金的は後手からでも強いし、別にこう先行でセットしても強いっていうのがまあいいところですね、これね。はい、さあこれでリトルナイツの効果が無効になり、でこれで一応飛ぶ効果も実質無効になってるんで大丈夫ですね。はい、オッケー、耐えた、これで耐えた。一応多分ダークローがきついんだと思う。エマージェンシーサイバーオッケー。お注射天使はキメラテックメガフリートされたところでもあんま関係ないから、あとはクロックワークライトをなんとかして叩き壊さないといけないので、デスフェニカ、あー、オッケー、デスフェニカ、なんかフェイバリットマイフェイバリットヒーローであるシャイニングネオスウィングマン組んではぶっ壊せばいいんじゃないかなっていう気はしますね。はいはい、いいでしょう。さあ何が飛んでくる、アナコンダ、なるほど。いや、ちょっとワンチャン、まあ、ないと思うけど、一応ラクイーゴとか入ってた場合のこと考えるか。まあ、あんま言うてサイバーになんか入ってるイメージないけどね。一応出します。はい。まあ、念のため。念のため効果発動されないように、シャイニングネオスウィングマンを爆弾。シャイニングネオスウィングマンの効果発動 !7600! 打点高打点高76は化け物でしょ。よし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 、おととい来やがれ、ヘルカイザー。やはりヒーローは必ず勝つ。いや、やっぱちょっと誘発受け厳しいな。結構展開止まっちゃうね、使ってる感じ。割とテンパイドが強すぎるっていう説はあるんだけど、ぶっちゃけまあうららなんですよね。はい、まあ、ここまでまあヒーローアライブにうらら打たれるのはマジで挨拶だから、本当に挨拶みたいなもん。なんかおはようございます、あ、おはようございますの、あのあれだから、まあ、あのやりとりだからこれは。まあ、とりあえずバイオン召喚していい、効果発動。まだあんの、ちょ、やめてやめて、あー、もううざい、うざすぎる。まあ、でもミュージンをフュージョンディスティン引いてるんで一応貫通はできそうですけどね。増殖する、ここに増殖するチームマジでやめてね、それほんと地獄だから。まあ、一応デスペニエンドになっちゃうけど、そうなってくると、フュージョンディスティニーを発動。よし、オッケー、取った。ディアボリックガイト、通称メタボリックガイね、メタボリックガイとディナイアルガイを墓地送り、あらあろ、デスティニーヒーロー、デストロイフェニックスガイ。そして、ディアボリック界の効果を発動。ディアボリック界の効果により、ディアボリック界を特殊召喚。そして、まあ、一応クロスガイか。ちょっと、残念ながら、ちょっと、バイオン君の効果は無効になっているため、融合のサーチは使えないぜ。ちなみに、バイオンは一応単一がなくて、融合サーチの方に。もう一回出したりとかすると融合を使いたりするんですけど、まあ、今回ちょっとエフェクトベイラーなんで無理ですね。まあ、一応どっちでもいいんだけど、ディナイアルガイ特殊召喚して、はっ、そして、ディナイアルガイの一応効果発動します。ディアボリックガイを、これデッキトップブルーディーにしても意味ないもんな。ブルーディーにしたところで結局、さあじゃねえや、引けねえから、あんま関係ないから、アナザーディアボリックにした方がいいという話があって、で、クロスガイの効果を発動。クロスガイの効果により、ディナイアルガイを墓地を送ることにより、召喚権使っちまったもんな。ブルーディーも、てきて、ディナイアルディアをして、ブルーディー出す。召喚権使ったからエアーマンを経由することができないので、こっち行って、で、ディアボリック、アナザーディアボリック、ぶっ込んで、ディアボリック界どんだけ出んだよ、これ。ディアボリック界どんだけ出んねん、このデッキ。で、ディナイアル界で、もう一発ぶち込んで、はい。よし、で、これで3体並んだので、ブルーディー出しましょう。ディアボリックガイ1体でリンク召喚してえな。なんかディアボリックガイ1体でリンク召喚させてくんねえから、メタボリックガイ作ってくんない。デスティニーヒーローメタボリックガイリンク1、デスティニーヒーローモンスター1体で作れるやつ。そしたらディアボリックガイめっちゃ強いんだけどな。で、まあ一応カード1枚セットして、まあ、ディアボリック出したらなんでかっていうと引きたくないからですね、デッキトップで次のターンの。まあこんなもんでしょう。とりあえずブルーディーデスフェニー無限法用ゾージーで頑張ります。はい、意外と結構誘発なんか2枚くらい打たれた割には割と、うわ来たー、最強カード来たー。いや、これは絶対に通しちゃいけないっておばあちゃんが言ってた。いや、さすがにちょっと待って、これマジで金的やめて、金的マジでやめて、禁じられた人しずくだけ本当やめて、やめてやめてやめてやめろ。
あ、ウサギ、あ、ウサギはいいや。ウサギは、ウサギどんだっけ、ウサギ破壊され、あ、大丈夫だね。コストがあれば、大丈夫なんで、一応破壊はできますね。ディアボリック界ダッシュで終わった、俺。ディアボリック界ダッシュで終わった。ディアボリック界と、三元層を破壊していく。で、デスフェニの効果発動する。なんかあるな、もう一枚な、速攻魔法系かな、三元界面かな、さすがに。あ、バトルフェーズ OK。三元界面か。界面いいよ。OK。あ、間違えた。キャンセルしてた。やべ。キャンセルしてもた。マジで。いや、大丈夫。いや、ブルーディーそんな簡単に抜かれないから大丈夫だ。大丈夫。ごめん、ちょっとなんか謎にキャンセルした。すごい右クリックした。すごい速度で。ちょ、ごめん。それは OK です。いや、大丈夫でしょ。こっから金敵とかいうカード打たれないから、多分さすがに。いや、ブルーディー、効果無効だけど大丈夫？はい、パキーン。ブルーディーしないの？来た！最強！さすがです、ブルーディーさん！うわ、ヒーローめっちゃ来てる。ヒーローしかこん。オクリススコーピオ。はい。オクリススコーピオロイヤルかっこいいね。オクリススコーピオロイヤルいいな。ダーリングコブラ。なるほど。捕食？捕食か？珍しいな。超越融合来た。超越融合は強いね。超越融合は、融合召喚して、で、出てきたモンスターの素材になったモンスターをもう一回、アンブロメディスよ。もう一回出し直すよというカードになってまして、アンブロメディスの素材になった今の、オフリスとダーリングを、墓地から2000ライフ払うことによって、2000ライフ払わなくてもいいよ。払ってんのよ。蘇生するよっていう、効果になってますね。はい。で、これでオフリスとダーリングが無事に帰ってきて、最強ムーブができるという話がある。アンブロメディスね、勘融合がある時代だと、なんかめちゃくちゃ簡単に、お達成なんですけど、勘融合がなぜか、ないので、この環境だと。なんか知んないけど、手がつくバケモンデッキのせいで、勘融合が禁止になったっていうのは、まあ、有名な話なんですけど、プレタープランター。お、へぇ、おもろいから使ってんな。なるほど。これは、横めっちゃ並んでんな、モンスター。わからねえ、これ何が起きるんだ、一体全体。捕食植物でも確かにあんまり縛り入んないから割とアルマセラ、あ、じゃあ強いね、ジャスミン。なるほど、ジャスミンでビビルス持ってくるわ。これ結構強いな、その動きは。これあれだな、多分捕食植物っていうか、なんか多分捕食軸、あ、ソリティアデッキとかそんな感じなんかな。でレベル3のモンスター2体、陰謀か、強っ。あ、多分これ捕食を軸にしてるだけで、これ多分結構のソリティアデッキの可能性あるんだ。まあ、それはインボーカーいたら、当たり前にイゾルでしますよね。で、リナルドの効果によって、なんかスーペルビス回収された。スーペルビス回収された。なんだこれ。さあ、ロンファ効果発動。ロンファ効果によって、デッキから、ギガプラントをリクルート。あ、なるほど。ギガプラントにスーペルビス飛びするのか。なるほどね。ギガプラントは、デュアルモンスターで、なんか自分の持ちから、植物族か昆虫族を特殊化できるっていう効果が、デュアルされてる状態だとありますね。で、ロンファイアブロッサムの効果を発動し、さらに、デッキから、ギガプラントをリクルート。なるほど、ギガプラント使うデッキってろくなデッキじゃないんだけど、ちなみにやばいこと起きるかな。プロキシエフマジシャン、あ、これあれかな、デュアルモンスターずっとデュアル宣言した状態になる、あいつ出てくる、なんだっけ、名前なんだっけな、ラプテノスだ。ラプテノス、やばい、これやばいぞ、やばいこと起きた。ちょっと待って、超合魔獣ラプテノスはちなみにフィールド上のデュアルモンスターは全部デュアル宣言された状態になるっていうのがガチでぶっ壊れモンスターなんだけど、こうするとギガプラントがデュアルされた状態になって、一生なんか墓地から植物族を蘇生し続けるっていうガチでやばいこと起きるんですけど、植物か昆虫か。これまたローファイブロッサムってこと。え、これもしかして、これ3体目のギガプラント出てくる、もしかしてだけど。やばい、これ宇宙最強ムーブだ。出た、これ久しぶりに見たな。ギガプラント、ギガプラント、ギガプラントやん。これオフリスアーリンから今いけんだ、強っ。まあ、当たり前にベアトリーチャ出るわな。当たり前にベアトリーチャ出て、ベアトリーチャの効果で何落とすんだこれ。ベアトリーチャの効果で、お、なんかギャラクシーウィザード落とされたぞ、わからん。セレーネが出てきて、で、セレーネの効果で、魔法使い族モンスターが蘇生できますよ。はい。
どうぞ。はいはい、どうぞ。これ何を、あ、ギャラクシーウィザード蘇生する。でギャラクシーウィザード効果で自分をリリースすると、デッキからギャラクシーカードを持ってこれるよっていう効果がありまして、これでギャラクシーウェーブ召喚するたびに相手に500ダメージ与えるカードを、でギガブラント効果、なんかやばいな、なんかめちゃくちゃ無限に、これもしかしてあれか、エクシス召喚されるか。ちなみにギガプラントっていうのはなんかもう一生ループしすぎるんで、これあのギガプラントでギガプラントを蘇生するっていうムーブがあのできるんですよね。でギガプラントでギガプラントを蘇生するっていうムーブをすると、まあどれかは効果使ってないギガプラントになるんで、そうするとまあ要は無限にモンスターを供給できるってことですね。レベル6の植物族モンスターを。ギャラクシーウィザードがリリースされて、ギャラクシーウェーブ、これもう3枚目じゃね。ギャラクシーウィザード、これもう やばい。ギャラクシーウェーブ、これもしかして3枚発動される。ギャラクシーウェーブ、ギャラクシーウェーブ、ギャラクシーウェーブってこと？やば。これで、相手はエクシス召喚するために僕のライフを、1500削ることができますよ、これ。さあ、ギガプラント、ギガプラント、ギガプラントで出てきて、これいや、これやばいか、待って、これさ、エクシーズ召喚さ、エクストラデッキもあんまないと思うけど、これもしかしてトレミスができたらやばいわ。あー、なるほど、すべてを理解した。これね、トレミスでトレミス戻すとね、やばいこと起きんだよね。これトレミスでトレミス戻すじゃん。そうするとさ、あのトレミスで自分戻すんだけど、そうするとあれなんだよ、あの素材が墓地行ってさ、で自分デッキに帰るじゃん。これやばいこと来て、これ、まあ、トレミス戻しますよと。はい、するとギガプラントがまた墓地行って、ギガプラントでギガプラント蘇生するじゃん。でトレミス出すじゃん。でトレミスでトレミス戻すじゃんってやると無限回エクシー召喚される。やばい、これやばい、無限トレミスムーブでこれ1500ライフ持ってかれる。おもろ、このデッキ。ギガプラントか、なるほどな。これ今オフリスターリングからいけるようになってんだね。いった、あ、それ強制なんだ。もういや、死んでる死んでる、もう死んでるんだって、もう死んでる死んでる死んでません。もうおもろ、このデッキ。1個言っていいですか、パクります。